ホークスは2回、おととしから9連敗中の西武、高橋光成を攻めます。柳田が出塁し、バッターは絶好調、デスパイネ。いいね。バックスクリーンに飛び込む5号ツーランで先制します。デスパイ、いいね。さらに、甲斐にもツーランホームランが飛び出し、先発したエース千賀に4点をプレゼント。素敵な女房役です。うん、その千賀はこの試合の安定したピッチング伝家の宝刀お化けフォークも炸裂し西武打線を寄せ付けません。ホークスはデスパイネが5回にもタイムリーを放つなど天敵の高橋光成を攻略、5対2で西武を下しました。これで3位楽天とのゲーム差は 0.5 に縮まりました。今日の西武戦、先発はマルティネス投手です。